でもある意味でね、今怪我人が多いということをね、番組の冒頭でもお伝えしましたけれども、代わりに松本さんの言葉通りチャンスをつかんでね、こうアピールしてる選手どんどんとね、こう頭角を現してほしいですよね。そうです。さあ榎本蒼生プロ初ヒット、センターへのクリーンヒット。表情は崩しませんが、安友コーチがまるで父親のように声をかけてます。松本さん、はい、いかがだったですか。いや、ストレートがね、はい、結構振り遅れたんですよ。ただね、体の開きがね、あ、はい、開いてなかったんで、うまく変化球に対応できたんですよね。